はい、こんにちは。ボディーコンサルティングコーチの矢谷です。本日もよろしくお願いします。松葉杖は、移動するために使ってきますね。移動するためにで、短い距離を、移動するのでしたら、どんなフォームでもっていうのも変ですけども問題ありませんが、長い距離この松葉杖を使って移動するときに大切なのは、できるだけ体に負担のない状態を作るということが、すごく大事になってきます。それにあたってさまざまな要素があるんですが、今回はこの手の、このグリップの握り方というお話をしていきたいと思います。大体ですね、3種類ぐらいに分けられると思います。まずは、ポイントとして考えていただきたいのはですね、腕に対して、垂直に手の位置が来るというのがポイントになります。これがですね、こういう形になってくると、この腕の軸というのが垂直から少し流れてしまいます。流れてしまいますので、腕に力が入りづらくなってくるんですね。ちょうどこのグリップに対して腕が垂直で、その垂直の力を逃がさないように使うというのが大事になってきます。腕立て伏せをするときに手の位置を外側に逃がして、脇が開いた状態でやるという方はあまりいないと思うんですね。キュッとできるだけ脇を締めて、体の体重を支えられるようにするというのがポイントになってくると思いますので、その辺をちょっと考えていただきたいんですね。なのでグリップを握るときに、この指の位置をあまり巻きすぎてしまうと手首に負担が来てしまいます。はい、で次なんですけれども、もう普通にこう握るという形です。普通に握るという形、逃げないように握る。ただしこれはですね、指に力が結構入ってしまいます。なので短い距離でありましたら問題ないのかなと思いますけれども、指に力が入るということは必然的に腕に力が入ってくる。腕に力が入ってくるということは肩にも力が入ってくる。そうすると首だったり肩こりの原因にもなりやすいので、あまり腕の力は使いたくない。じゃあ最後にどういう方法がいいのかな。はい、掴むという感覚よりかは体重を乗せた時に支えられるという使い方が大事になってきます。そこでポイントになってくるのが、ちょうどこの親指の付け根ですね、付け根のこのふっくらした部分のちょうど内側に、真ん中ら辺といいますか、その辺にこのグリップが来るようにします。で、指でこう握るというよりかは、ここにちゃんと乗せるという感じですね。乗せて親指とこの人差し指で挟むような感じ。もう極端な話、掴まなくても乗せてこのまま使うようなイメージ。そうすればですね、脇も締めて、腕も垂直になります。今3つねお話ししてきましたけれども、手首を倒して丸めすぎないようにするっていうことですね。もう一つは握っても結構です。でも握ると指に力が入りますので腕に力が入りやすい。一番大事なのはこの親指のお腹の部分の内側に当てて体重をしっかり乗せるという感覚、掴むという感覚ではなくて乗せるという感覚、この辺をですね、ちょっとこう、あなたもですね、試してみてください。ポイントは力を抜いて長い距離でも歩けるようなフォームを身につけるということになります。はい、今回は以上になります。ありがとうございました。